こんにちは、こんばんは。ゲーム動画の一行です。ウィーニングポスト9 2021、ライブ配信始めていこうと思います。ウィーニングポスト9 2021、ライブ配信始めていきたいと思います。いつも通りツイッチでお送りしております。ツイッチアカウントフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。リポストじゃない、チャットコメントお願いします。プリーズツイッマイツイッチアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。また、YouTube もやっております。この配信のアーカイブ YouTube に2日後、16日21時頃からプレミア公開予定です。ぜひ見てください。YouTube チャンネル登録、高評価お願いいたします。This Live Archive My YouTube Channel Two Days After My YouTube Channel チャンネルサブスクライブドアンドグッドボタンプリーズ。そして旧ツイッターである X のアカウント持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。ツイッター X マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。はい、ということで7月2週からですね、始めていきましょう。チェンティオナがようやく G1 3勝ですね。ネクスト海外なしですか。さあ、コパノリッキーがデビュー戦となります。コパノリッキー一番人気、ダントツ一番人気の 1.4 倍です。もちろん印もグリグリとなります。父ゴールドアリュール、母コパノニキータ。ダイジェストいきましょう。福島2歳新馬戦ダート 1150m、 コパロリッキーメイクデビューです。さあ、短い直線に入って、ったまんま、ここからが腕の見せ所。コパノリッキー先頭、これはちぎれた。一緒ですね。2番手は西の地味、とてつもない強さ。強いコパノリッキー、海外コパノリッキーぶっちぎりです。2着は微妙です。これはいきなり海外 G1 挑戦させてもいいかもね。アメリカのタイサでした。いいんじゃないでしょうか。幸先のいいスタートを切ってくれました、コパノリッキー。 そしてですね、天の子で小玉でしょうか。小玉でしょう。1文字収まらなかった。9文字はですかね。こちらも 1.8 倍、ダントツ一番人気となります。芝の 1200m。行ってみましょう。ダイジェスト、福島2歳新馬戦芝 1200m、 天の小玉でしょうメイクデビューです。
さあ短い直線に入って、ここも先頭ですね。ここからが腕の見せ所、天の小玉でしょ。先頭、後続とは3馬身以上。さあどこまで引き離せるか。2番手はティーダエンブレム、強いわ。天の小玉でしょ。この馬で決まりか。圧勝かな。まあ段違いの強さです。2着はティーダエンブレム、3着に JJ バース。これは桁外れの強さだ。天の小玉でしょ。短距離戦だよなこの馬は。ボバか、まあいいでしょう。ん？なんて？スピード能力な結構いい。 B ぐらいかな。あ、ちょっと海外に行くには辛いかもね。七夕賞天の女子会です。5番人気か。1番人気はフェデラリストですね。女子会の印は黒三角が最高か。厳しいです。ともならず。先方なぁ、もう積極策行ってみるか。ダイジェスト行きましょう。福島 G3 七夕賞芝 2000m です。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。ビートブラック先頭、外から勢いよく成田クリスタル。あ、もうバグに沈んでるやん。ビートブラック先頭は成田クリスタル、1着でゴール、2着は微妙です。見事に勝ちました成田クリスタル。厳しいですね女子会。9着に終わりました。よかったですね成田クリスタル。プロキオンステークスは天のエネループです。1番人気。そエネループがなんか4本で2000円とか相当高騰してるらしいですね。円高の円安の影響なのか。天のエネループ伊坂さんのおいてみんな20丸。ダイジェストいきましょう。中京 G3 プロキオンステークスダート 1400m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。あ、これかわされる。いや、外から来ている。セイクリムズン先頭、残り 200m を通過して、セイクリムズンこのまま振り切れるか。セイクリムズンと天のエネループ並んでいる。セイクリムズン先頭、セイクリムズンわずかに及ばず。1着、2着は天のエネループ、3着に名村タイタン、見事に勝ちましたセイクリムズン。なんか本当に勝前線マンっていう感じですね。さあ函館マリンステークスはクラブは凱旋別位ですが、これは飛ばします。さあこちら海外2レース、そばにいるねとブラックキャビアの2頭が出走。積極的にライバルに当てに行きます。さあコパの日記はもうこんなこと言わずに海外へ出します。コパの日記の距離適正って中距離か。だからマイル戦とかもいけそうですね。今何周だっけ。なるほどね。一番最初はここなんで、ここに出しましょう。ってことは一周放牧をする必要がありますね。パワー S なんですね。これはいいや。なかなか
で、小玉でしょうは、でも重賞まで狙えるんじゃないかな。スピード C か、 C だとまだ辛いですね。早速状況方針でスピードにします。スピードにすると結構負荷が、馬への負荷が高くなるからな。女子会は札幌記念、距離適正としてはいいんですがちょっと厳しいな。調教方針はダメ、任せられないと。精神力は高いからな、海外行ってもいいかもしれない。もしくは京都とか平坦なコースがいいかもね。札幌とかな。福島って今坂あるんだっけ。で、エネループが、これは本当に、勝負が、まあ、まだ G1 すら取れてないですからね。エルブステークスは距離が伸びてるのでいいんじゃないでしょうか。エネループはスピード重視か。とはいえ、B なんでもうそこじゃないような気がするよな。調教方針変えよう、健康かな。イクメンは日経オープン、いや日経オープンのわけがない。あ、日経オープンでいいのか。ゴルシはこれで終わっちゃダメですよね。早速投入します。 2400m がいいと思いますが、でまあまだ余裕あるからな。ホルフェーブルがいいのか。ここにはうまいないな。あとここか、ソードダンサー。あ、8月3週なのにそんなに強い馬がいない。チャンスなんじゃないの。ちなみにまだ G12 勝目なんで武豊を乗せていきます。レシコとバッカル、まあ、下の3とは誰も投入してないんだ。あ、キムネさんもか。外のクラウンがいる、まあ、買わないけどな。ここでは最上位、おフラゲですね。フラゲが出てきます。なるほど、じゃあ行きましょう。ネクスト、アルバスステークス、天のそばにいるね。一番人気フラットカーリーが116位に対して、そばにいるや118か、差がほとんどない。サーティーレッドあたりも110ということで、
これはちょっと楽に勝てる相手じゃないってことになります。レースいきましょう。ニューマーケット競馬場 G1 ファルマスステークス芝 1600m マイル戦です。こちらイギリスのニューマーケット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線直線競馬ですね。どの馬が先頭に立つでしょうか。サーティーレッド前に行きそうです。グッドリークイーンそれに続いています。前に戻りましょう。サッジャー先手を取りました。その外にグッドリークイーン、内からはサーティーレッドパーティーフォールド、それに続きます。その隣にトラストスキーム、その外からギフトリナクル、その外にムーンライトクラウド、クイーンズトレジャー、そのうちに続いています。天のそばにいるね、この位置です。内からはイメージレインボーズ、その外にベストジョイナー、内からはシリウスフォーカサス、その外にカルチャーバンク。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。内からはイモータルバース。さあ先頭は依然として4番サッジャー、サッジャー後続を引き離します。2番手はグッドリークイーン、ムーンライトクラウド、3番手残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。日曜王者の争いだ。先頭変わってムーンライトクラウド、あと 200m、 ムーンライトクラウド意地を見せる。一気にグラッドカーリー、さあ差を詰めたが、ムーンライトクラウド2着までか。クラウド1着、2着は微妙です。勝ったのはムーンライトクラウド、見事な勝利です。よく迫ったんですが、わずかに届きませんでした。あ、3着か。ロース、ジュライカップ、ブラックキャビア登場。ブラックキャビアはもちろん一番人気となります。131120を超えるロケットマンが目下のライバルということになりますね。他、ゴードンロードバイロン、マーレックあたりも立ちふさがる感じでしょうか。ソサイティロックがライバル馬か、ロケットマンとともに。レースいきましょう。ニューマーケット競馬場 G1 ジュライカップ芝 1200m 電撃戦。さあ果たしてライバルを中で破る、勝つことができるのでしょうか。ブラックキャビア、こちらイギリスのニューマーケット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはロケットマン、まあなかなかいいスタートでしたね。ダッシュよく飛び出してロケットマン鼻に立ちます。その後ろからはシーニックストロング、さあ押し出されるように先頭へ。プレザントスリッパーズ、どうやら後ろからになりそうです。ロケットマンもいい行きっぷりですね。2番手に最強女王ブラックキャビア、その外からリトルブリッジ、キングズゲートネイティブ、それに続きます。前はロケットマン、ロケットマン後続を引き離す。2番手はブラックキャビア、これは絶好の手応え。さあ追い出します。3番手残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。日本と世界意地のぶつかり合いだ。わからん、内と外があるから。通過してここで先頭変わってブラックキャビアが先頭だ。あ、さあ詰まらない。後続は大きく離れました。ブラックキャビア打ちました。段違いの強さです。2着はマーレク、3着にゴードンロードバイロン、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ブラックキャビア、まさしく日本が世界に誇れる馬です。ロケットマンは、ロケットマン8着か。ソサイティロックも含めてライバルを破りました。
2着はマーレクでしたね。繁殖効果も上がるんですよね。さあマーキュリーカップ天の宮です。2番人気、ちなみに型のインサイトも出て3番人気。さあこれが1番人気を振り要素に挑むという形になります。フォーティハイクラブバー、フォーティハイドが4番人気でいますね。さあ先方どうするかだな。難しい。まあこのまま行ってみるか。ダイジェストいきましょう。盛岡競馬場 JPN3 マーキュリーカップダート 2000m です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。型のインサイト先頭2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。力外から抜けた天の宮だ。フリー要素天の宮押し切った。1着2着にはフリー要素を破りました。3着に型のインサイト、勝ったのは天の宮。そして、函館に再ステークスは天のフラゲ登場。フラゲは2番人気、1番人気はマイネル、エテルネル。クラブは凱旋ディアージュが3番人気ですね。本紙本命になってますね、フラゲは。いいですね。なんでだろうか。さあフラゲは先方変えられますが、まあどうしよう、まあ、こうしよう。ダイジェストいきましょう。函館、2歳限定 G3 函館2歳ステークス芝 1200m の電撃戦です。短い直線に入ってさあゴール前後続は届くかどうか。ワンダリングエイジ先頭、内から凱旋ディアジュ、凱旋ディアジュ抜けた。2番手は天のフロゲ、凱旋ディアジュ、ディアジュか。1着2着は天のフロゲ、3着にマイネルエテルネル、見事に勝ちました凱旋ディアジュ。クラブは凱旋ディアジュが勝ちましたね。腰が甘い。なんでだろう。ダンスパートナー。さあ、海外遠征はなし。そして天の丸森がデビューです。いいですね。マーレクとライバル関係が成立しました。たくさん持ってる。さあこれで ローテですね。フラゲはこのまま丸森が、なので今週かトレグがデビュー戦。前勝はどうなんだろうな。まあでもスピード C だからな。往復したとして、海外だとまだ辛いと思うんだよね。新潟2歳ステークス、これでいきましょう。
でジェンティルオナがデルマオークスに出ます。主砲木アリエッティヘビロテ立て直しですね。ヘビロテはん、客室重視女子会は、これはまあ無理だろう。札幌記念は3740万なんで、まだオープン特別でもいいです。十分いける。アリエッティいんのか。芝はしかダメなんで、小倉記念とかなるよな。これか、小倉日経オープン。ドラッカーですね。3勝クラスに上がりました。レパードステークス出れんのかな、まあ、いやちょっと疑問。ようやく勝ったばっかりです。3勝クラスならともかく2勝クラスはまだ無理でしょう。柔軟性いい。スピードあるからな、突破できるような気もするけど、オープン特別すら勝ってないのにまだ重傷って早いと思うんだよな。ここは確実にやっぱりキャリアを積んでいく方が大事。ドラッカー関西所属か。小倉殺しはソードランサー、ミザルは小倉記念、ハヤブサは関谷記念。うん、なんか嫌だよな。まあとりあえず一周放牧しとこう。イクメンはケオは3勝を挙げております。山ガールがなっそう。5勝ですね。今今年はまだ G1 勝ちがない。ちょっと山ガールに絆コマンドかなと思ったら無理だ。蓮舫がロードシルト賞。まあまあでも距離的には札幌記念だろうな。やっぱりね、マイガールも、マイガールは新潟記念か。え、3300万で新潟記念ってどうなんだろう。ダートはちなみにダメです。ミザルがいるからな。まあ一周放牧フランケル、フランケルがウッドパインマイルステークスへ挑みます。
で、オルフェーブルはクイーンエリザベスですね。楽しみ。もう9勝上げてるんで、キングダー確定です。ツイッター、石破だ1勝なんだな。ツイッターなんかレースに出た方がいいよな。ダタダメ、芝のみ。芝はマイルとか中距離か。あ、ジャックルマロア賞レースが誰も出てない。これチャンスですね。ジョッキーは悪く、吉富でも悪くないんだけどな。 C 騎手に任せましょう。そして、絆コマンド。そしてインサイト。1周放牧なんだけど、その後に何出すかですね。9月1周以降、 2000m 以上かダートのあんまり出せるレースがない。これか、これ行きましょう。で、iPhone がアイリッシュチャンピオンステークス。わ、結構疲れが溜まってるな。ここまで。健康がだっていいだもんな。カレンちゃん。カレンちゃんなかなか前線馬だから頑張ってほしい。トゥルース、今週ですか。山のグーはマーキュリースカップを勝ちまして、次シリウス出ればいいやってなってますが、 G2 クラスかな。ようやく安定して勝てるようになってきたんで、ダートダートダート、メーループがいいのか。まあここに出しましょう。地方交流住所、賢さが低いよな。と先進性とかルーラーシップ、ルーラーシップは14勝となっております。一周放牧して挑みましょう。ブルーレイはアーリントンミーオンか。調子上げないといけないですね。来週調子アップを使って、勝負根性も低い、柔軟性も精神力も低いんで、なかなかきついよな。2着とか多いもんな。アリントミリオン自体はレンバーかかります。まあ、一応一周放牧しときます。でつぼみがホイットニーカップ、ホイットニーステークスか。まだ G1 取ってないからな。
イナバウアーが札幌記念2着です。札幌記念じゃない、高塚記念2着ですね。そこを経て札幌記念に挑んでいくということになります。こちらも一周放牧です。ヘネループがエルムステークス、ちょっとやっぱり不安が高いな。ヘイト小型記念、なんか調子悪いよエルムス。で、フログシオホボク、想定内は北九州記念となりますが、何キロ背負わされるんだ。58キロか、まあ大丈夫でしょう、ハンデとしては。少しお待ちください。
はい、お待たせいたしました。では、再開いたします。なるほど。アラフォー肩のフェイトいるんだけど、では行きましょう。ネクスト、天の丸森ですね。一番人気グリグリ、父ソングオブウィンド、母天のテルテル。東海エイトか。ダイジェスト行きましょう。福島2歳新馬戦、芝 1800m、 天の丸森メイクデビューです。さあ短い直線に入って思ったまんまです。ここからが腕の見せ所、天の丸森先頭、差が広がる広がる、残り 100m、 2番手はぶっちぎり、これ強いわ丸森。天の丸森独走、期待馬です。ぶっちぎりです。2着は東海エイト、3着に関勝、3冠もいけるんじゃないの。これは桁外れの強さだ天の丸森。楽しみですね。いいんじゃないでしょうか。お、クラシック戦線で主役チャンス。あ、なるほど、クリゲだからか。さあ中京記念です。1番人気天のアラフォー、2番人気天のトゥルースと2番人気までを占めております。3番人気はクラブはファリダット、クラブ馬ではトライアンフマーチも出てますね。ライバル馬はスマートギアとなっております。本正面は天のトゥルースの方か、アラフォーは丸か。ファリダット、さあこれはトゥルースは戦法変えられますが、まあ特に魅力、変えてもあんまり意味はなさそうなんで、そのままでいきます。ダイジェストいきましょう。中京 G3 トータショー中京記念、芝 1600m です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ダノンカモン先頭、外から天のアラフォー先頭、2頭もう並んで争ってますね。2番手は天のトゥルース、どっちだ。先頭天のアラフォー、アラフォーだ。1着2着は天のトゥルース、3着にパリダット、1番人気に応えました天のアラフォー、見事です。函館記念肩のフェイトです。大鳥だ。肩のフェイトは1番人気、クラブはパパネもいますね。2番人気はダークシャドウですね。結構安田記念4着馬なんで結構強い馬です。ではダイジェストいきましょう。函館 G3 函館記念、芝 2000m です。短い直線に入って後続は届くかどうか。さあ外からいい、すごい素足。1馬身から2馬身のリード、2番手はマルセリーナ、先頭は勝ちました。1着でゴール、2着はダークシャドウ、3着にマルセリーナ、1番人気に応えました肩のフェイト、見事です。
あ、レコードですね。コスレコード。うん。海外なんと6レース。アオフェイトはダークシャドウ。まずはローテ見てみるか。楽しみですね。5勝か。まあ5勝って言っても地方交流重賞は半分だからな。ヘイト勝ったんだけど挑戦していいのかな、わからん。でも挑戦していいとは思う。ちなみに枠埋まっちゃってるよな。だってこれ 7頭出てるわけだから、フィッツとかトゥルースは無理だよな。ブログが譲ってもいいかも。こうなるとライバル馬がいると潰しときたいね。あー、ルーラシップいんのか。勝てると思うけどな。まあ、でもな、ここ出すんだったらなんか勝てる馬出すけどな。あとオールカマーぐらいか。でも感覚がな、一応登録だけはしとこう。でもしあれだったら譲ろう。もう12勝だから譲っていいだろうな。1700の2600。お、ヨークシャーオークス出しますか。キャンキャンがパーソナルエース。フェイトとしては出たい。ああ、まあ出てもしゃあないか。
あ、ダートもいけるんだ、フェイトって。じゃあちょっとな、考えるよな。まあレディースプレリュードが出るとして、あ、これか。で、エネループですね。で、ニコニコはグッドウッド。ソービーホイットに。ブラックキャビアはスプリンターズ。まあ、スプリンターズだろうな。またダメ。ブルーレイがリントンミリオン。ちょっと調子をここで上げていきます。調子上げると疲労が上がるのか。OK です。アラフォーが中京記念勝ってますからね。やっぱりチャレンジしたいが、ちょっと距離長いかな。アラフォーはむしろマイルの方がいい、出すなら。関谷記念とかか、ハヤブサがいるけどな。テーナ、サンカルロ、シルポート、ダートはダメ。ツイッターがいる。どうでしょう。なんか弱いもんな。アラフォーにもチャンスあるんだろう。あ、チャンスあるんじゃないの。チャンスあると思うんで出しましょう。ブラックキャビアに引いてもらいましょう。でもフリーなバグ言うてるからな。関谷記念67キロ。じゃあやっぱこれか。フィンランドカップ。9月だと何をせよ。スプリントカップとか、まあ、軽いよな今のところは。フランケルが出るのか、まあ、とりあえずムーランドオーシャン賞登録はしときましょう。
秋田カレー、日テレそばにいるには日テレ杯、カレンちゃんはバンダービルド、ちょっとトゥルースにとっては厳しいか。でも距離適正はいいよな。もし取れるんだったら取り行きたいレースだろうな。やめとこう。でさっきのなんだっけ、アラフォーアバーやめとくけど、キスターあたりはチャンスだよな。ロートシルト賞、ついに G1 挑戦。マメイド勝ってますが、距離はいいんだよな。
ホープフル。マルモリーな、いきなり海外出しても勝負なりそうな気はするけどな。マイル戦あたりの芝だったら、セール、セール行ってみましょう。うん、ミランダってどうなんだろう。スーパーホース産むんかな。ダイワミランダの3区一覧はカルデナールはダメ、ミショリバだ。ダイワスカーレット産駒であるっていうことぐらいだろうな。うん、じゃあもうダイワミランダも売りましょう。他ダンスパートナー、この辺からは売らなくていいよな。トセビクトリーか、まあトセビクトリー売ってもいいや。悪くはないけどな、トセビクトリー。
まあ、シーズワーの中ではパンチがちょっと足りないような気はするよな。うん、やっぱりミッキークイーンおすすめか。あと佐藤クラウンもいますね。ちなみに、2冠牝馬です。オークスを秋華賞を取ってます。まあそこまでなんですが、まあ行きましょう。車内問われそうだもんね。これジャパン R も来たぞ。普通そうだと思うんだよな。寿命はそんなに長くないと思う。金札にしては結構お金ついてるな。行こう。OK です。シーツバで言えば、まあここまでですよね。とはまあ里のクラウンぐらいか。里のクラウン悪くないような気がすんな。まあでも車内だからな。まあ銀札で金札を獲得できればでかいっていうとこですよね。里のクラウンは。あと里のラーゼンとか、まあ他微妙ではあるよな。だってあってもシーツバー以外だったらスピード値60ぐらいだもんな。いいや、もうあのこれで買いません。帰ります。すごいな、10億当選ビクトリーは10億円で売った。ダイヤミランダも4億円でなかなかいいんじゃないでしょうか。有力馬の1頭か。マナーリエッティ、ヘビロテ言いますが、マジンプロスパーの方が強いと。
ということで、ポスターデイブハンデ、アマノラキスタです。一番人気89、一番人気やけど、これは辛いですね。ひとまずレース行きましょう。サードア競馬場 G1 ポスターデイブハンデ、ダート 1700m です。こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはサキーアビリオン。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してサキーアビリオン花に立ちます。その後ろからはドライクラナック、この馬も上がっていく構えです。前に戻りましょう。大方の予想通り先頭に立ったのはアマノラキスタ。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。内からはドライクラナック、青の帽子ディーンズキトゥン、その後ろ、その横にサキーアビリオン、少し開いてジェラニーも、少し離れてジャッジスキップに続いています。並んで10番ソウトポート、バトルタウソン、この馬もこのグループ。すぐ後ろにアフェラープリムデックス、その隣にオーバーシンダー、すぐ隣にアルクヘッジズ、これに続くのがチャンプペガサス。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてアマノラキスタ、サキーアビリオン、ほとんど差がありません。先頭ではありますがね。間を挟んでジェラニモ3番手、さあアマノラキスタ逃げ切れるか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。アマノラキスタ体勢はいいが、後続とは3馬身以上、どうだ、これは決まりか。つまらないや。ソウトポート必死に追います。この差は果たして縮まるか。まだ持ったままようやく追い出した。これは強い。2番手はソウトポート、押し切った。1着強いや。チャンプペガサス3着にソウトポート、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。アマノラキスタ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。おぼは今後、次です。ダイアナステークス、片野慶応、一番人気。122、ザゴラが113、ハーモニアスが112と、この辺がライバル牌ですね。他、デイムセーバーもいます。レース行きましょう。サードア競馬場 G1、ダイアナステークス、牝馬限定芝 1800m です。こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはクワイトロード、ザゴラ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくクワイトロード行きました。続いて前へ行くのはザゴラ、さらにはストロングペタード、黄金の馬体チャイムカンプ、その後ろ先手を取ったのはストロングペタード、少し離れてスクエアオークション続いています。並んで11番グラブドネスサキン、パーフェクトスプーニー、そのうちに続いています。これに続くのがガンドリアスペシャリスト、内からはデイムセイバー、その外からウィズディレクション、その隣にハーモニアス、片野慶応、後ろから青の帽子ムーンライトクレーム、その後ろ最後方にドリルディレクター。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。栗色の馬体ストロングペタード、依然として先頭。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として8番ストロングペタード、まだ粘っています。2番手はクワイトロード、間を挟んでウィズディレクション、3番手最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ストロングペタード先頭、上がってきた、一気に中割ってきた。先頭ハーモニアス、慶応残り 200m を通過して、先頭だ。先頭は今度は片野慶応、勝ちましたね。ハーモニアス、やりました。片野慶応強い強い、片野慶応圧勝ゴールイン。2着はハーモニアス、3着にチャイムカンプ、
世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました片野慶音、まさしく日本が世界に誇れる馬です。これで4つ目の G1 です。鉄砲あんまりいらん、海外遠征とかだろうな、欲しいのは 大舞台とか。さあ、サートがダービー招待、山の AKB 一番人気、 120AKB110 を行く馬はいません。ということで頑張ってもらいましょう。展開も先行馬有利、いや有利だと思うレースです。サートア競馬場 G1 サートアダービー招待、3歳限定かな、これは芝 1900m です。こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。どの馬が先頭に立つでしょうか。キャロティーンライト前に行きそうです。プールナヨーク、それに続いています。さらにはディスコレース6番アマノ AKB、 その後ろ先手を取ったのはプールナヨーク、ウエストファリアスウィース、すぐ後ろ、この辺りで各馬第1コーナーにかかります。ノーカゼ、そのうちに続いています。白の帽子マウンテンカーソル、その後ろすぐ隣にアステロイドコンプトン、すぐ後ろにデザートスピノザ、内からはイブニングオレンジ、その外からリボーンイラストリアス、内からはブラッキーディール、その隣にトゥルーリーインテント、しんがりからペリミーターピツヤーノ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から無敗のプールナヨーク、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、これに続くのがディスコレース、そして大きく離れてノーカゼ、この位置です。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ8番プールナヨーク、2番手はディスコレース、間を挟んでアステロイドコンプトン、どこにいる、上がってきた、仕掛けていった、これはいい位置につけています。AKB 一気に先頭に踊り出ました。日米王者の争いだ。ここで先頭は天野 AKB、 残り 200m を通過して、天野 AKB 余力は十分、さらに引き離していく、ね、2番手はディスコレース、天野 AKB、 この馬で決まりか、おめでとうございます。1着、2着はディスコレース、3着にデザートスピノザ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました天野 AKB、 まさしく日本が世界に誇れる馬です。三馬審査完勝です。おお、やりました、海外遠征を取ってくれました。そしてクイーンエリザベス、キングジョージですね、オルフェーブル一番人気、キャメロット、シュリスデゼーグルがライバル馬、セントリニコラス アビー岩谷も立ち上がっております。そしてキャメロットが127、シュリスデゼーグル131、セントリコラスアビーが124、オルフェーブルは130ですね。大激戦となります。スノーフェアリー屋台も怖いですね。ライバルはフィオレンテがライバルですね。ではレースいきましょう。アスコット競馬場 G1 キングジョージ6000&クイーンエリザベスステークス芝 2400m、 イギリスの伝統レースです。
ヨーロッパ競馬夏の総決算キングジョージ6世&クイーンエリザベスステークスを迎えました。今年も各国から名馬が集結、まもなく発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さて何が行くのでしょうか。ナショナルボール前に行きそうです。トレジャービーチ、それに続いていますキャメロット。後方からもう一度先頭から見ていきましょう。シュリスデゼーグル先手を取りました。その外にノベリスト並んで13番、マキシオス。その外からトレジャービーチ、スノーフェアリー、そのうちに続いています。その隣にカバルリーマン、すぐ後ろにカランドジャイアント、緑の帽子ダサニエル、その後ろ内からはツールピストル、その外にナショナルボール、内からはアメリケイン、セントニコラスアビー、すぐ後ろ内からはピオレンテ、その後ろにサオノワ、オルフェーブル。この位置です。しんがりからキャメロット、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。2番シュリスデゼーグル依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、マキシオス、それに続きます。すぐ後ろにノベリスト、その後ろからはカバルリーマン、内からはツールピストル、並んで古豪アメリケイン、その外にスノーフェアリー、並んで G1 馬トレジャービーチ。さあ先頭は依然として欧州の至宝シュリスデゼーグル、2番手はマキシオス、ノベリスト3番手。さあ勝負どころだ。まだ来ない。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日曜王者どこにいるんだ。シュリスデゼーグル先頭、後続とは3馬身以上。これは決まりか。残り 200m を通過してシュリスデゼーグルはいまいち伸びないな。中割ってきたが届かない。キャメロット、シュリスデゼーグル、3着か。1着、2着にはどうやらキャメロット、勝ったのはシュリスデゼーグル、見事な勝利です。グッドウッドカップ天野ニコニコです。1番人気、長距離戦ですね。130に圧倒的かな。クラブはライトオブパッセージになっております。クラブはじゃなくてライバル馬は。ではレースいきましょう、グッドウッド競馬場 G1 グッドウッドカップ芝 3200m を長丁場です。こちらイギリスのグッドウッド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはオーシャンズスピリット。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してオーシャンズスピリット花に立ちます。その後ろからはライトオブパッシジ、この馬も上がっていく構えです。さらにはヘッドオブコメディ、古豪ドゥーナデン、その後ろ先手を取ったのはライトオブパッシジ、これに続いてマラグティマー、その外にグリームーン、並んで6番クリケティスカウト、グリリエア、すぐ後ろ天野ニコニコ、いい位置です。ロングゲームズ、それに続きます。青の帽子ディレクタースペシャル、その後ろ内からはフェーム&グローリー、すぐ後ろにジョシュアツリー、さらにはナースリースクリーン、その隣にホームフェアリー、しんがりからクロセルーラ。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。15番ライトオブパッシジ依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、その後ろからはグリームーン、並んで13番オーシャンズスピリット、好位置をキープしています。天野ニコニコ、先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。マラグティマー上がっていきました。グリリエア、そのうちに続いています。並んで6番クリケティスカウト、フェーム&グローリー、それに続いています。内からはヘッドオブコメディ、その後ろにドゥーナデン、並んで漆黒の馬体ディレクタースペシャル、その外からホームフェアリー、内からはジョシュアツリー、並んで10番ロングゲームズ、その横にナースリースクリーン、先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。最後方にクロセルーラ、もう一度先頭から15番ライトオブパッシジ、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、これに続くのがグリームーン、
並んで13番オーシャンズスピリット、少し間が空いてマラグーティマー、内からはグリーリーエア、その外にクリケティスカウト、緑の帽子天野ニコニコ、いい位置につけました。内からはさあ4コーナーを回っていく、直線勝負だ。並んで14番ルーナデン、すぐ後ろにジョシュアツリー、いざ決着をつける時だ。ニコニコは大外に持ち出した。前はライトオブパッシジ、あーいいですね、息ぷりがいい。先頭に早く戻り出た。天野ニコニコ突き放しにかかります。残り 200m、 天野ニコニコ余力は十分、さらに引き離していく。2番手はグリームーン、勝ちましたね。この馬で決まりか。先頭は天野ニコニコ、1着でゴール、2着はグリームーン、3着にドゥーナデン。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました天野ニコニコ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。グッドオッドカップ連覇になりました。ナッソーステークス、片野山ガール1番人気、気合も乗っております。片野山ガール127、ライバルはプニマカルタ、ゴールデンライラックあたりが脅威です。ライバルバと勘違いするか。ミスティーフォーミーも人気です。ではレースいきましょう。グッドウッド競馬場 G1 ナッソーステークス、芝 2000m です。こちらイギリスのグッドウッド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはディマースアイリス、綺麗なスタートを切りました。ピックダウン前に行きそうです。シンフォニーフラグズ、それに続いています。さらにはゴールデンライラック、古豪ダプチェスクアップ、その後ろピックダウン先手を取りました。これに続くのがショートミサイル、その外からノーティクルオーバーサイド、内からはミスティーフォーミー、ダイクソウト、それに続いています。プリマカルタ、そのうちに続いています。後ろからの競馬になりました。片野山ガール、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。並んで2番イマースアイリス、その横にセイルセイラウェイ、その外にオープンカリム、内からはトロットアビシニア、その外にラウディキャペレット、最後方にプリートサリ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。一気に先頭に立ちました。 G1 馬ミスティーフォーミー、リードは1馬身から2馬身、これに続いてピックダウン、内からはゴールデンライラック、先頭は依然としてミスティーフォーミー。どこにいるんだ。2番手はピックダウン、中だな。まだ届くのか、届くんかな。長い直線、ここからどうか。さあ先頭に立ったのはゴールデンライラック、ちょっとバグに沈んでいる。ゴールデンライラック、このまま振り切れるか。2番手はミスティーフォーミー、ゴールデンライラック、この馬で決まりか。ゴールデンライラック全然ダメだった。2着はミスティーフォーミー、3着にラウディキャペレット、立ったのはゴールデンライラック、見事な勝利です。わあ、10着、金量パワーがないってことかな。さあアイリビスサマーダッシュは浜のヘビロテが出走、一応一番人気で本心を本命。あ、ライバル相手になるのはドリームバレンチア、桜ゴスペル、マヤノ龍神あたりかな。ダイジェストいきましょう。新潟 G3 アイビスサマーダッシュ、直線競馬、芝1600、1000メートルの電撃戦です。
前はマジンプロスパーエピセアローム、ほとんど差がありません。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭は天のヘビロテ、しかし後続との差が縮まってきました。このまま踏ん張り切れるでしょうか。外からも来ているが、天のヘビロテ粘る、天のヘビロテ、ヘビロテ勝ちました。2着はドリームバレンチの、3着に桜ゴスペル、天のヘビロテ見事一番人気に応えました。はい、ビッサマーダッシュを雨のヘビロテ制しました。クイーンステークス天のアリエッティです。一番人気、本紙本命は取れなかった。本紙本命はショールーム、他クラブは凱旋歴場もサーバー人気でいますね。ドナウブルーあたりか、あとは、ダイジェストいきましょう。札幌 G3 北海道新聞杯クイーンステークス、芝 1800m、 牝馬限定の G3 です。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。どこにいる？昇竜ムーン。いや、先頭。しかしその差はわずか。粘り込めるか。一気に中割ってきて先頭へ。天のアリエッティ勝ちました。2着にはどうやら昇竜ムーン、3着にレインボーダリア、天のアリエッティ見事一番人気に応えました。関東ですね、海外は。他ブリーダーズゴールドカップとか NK オープンとかエルムステークスか。NK ビアディスコレース、スターデーブハンデを勝ったマノラキスタ、これ G12 勝目となります。次は南部杯を狙いたいとこ。メンバー軽ければね、ダートでもいいんだけどな。セーバーとこの辺か、キャンキャンいるか、ここは出せないとしても、アリニーナステークスはいいかもしれない。ここかジャンロアイシャはちょっとメンバーが軽い。これ G1 だから弱くないよな。ハーモニアスがどんな感じか。ハーモニアス G1 取ってる馬だからな。これ出しましょうか、バレリーナステークス。するなら、浜中くん、あ、浜中くんも被るんだ。
田辺騎手。さあ慶應も勝ちましたね。これで4勝目です。ちょっとこの動きは止めたくないところ。ハーモニアス勝ってるんだ。畳みかけていきましょう。慶應AKB どうしよう。専用の2400。ああそうか、デルワオクさん、ジェンティルロンナが出てますね。だとはダメ。なんか軽いメンバーがこのレースは。出してみるか。で、オルフェーブルがちょっとさすがに、あ、まあ切り札取ってるから、専門書出してみるか。凱旋門賞ダメだったからな。凱旋門賞は似合わないかもしれないな。アメリカの芝の方がいいかも。稼げるんでこのレース出てみるか。行ってみましょう。ちょっと厳しいな。力の差がもう出てしまった感じ。でももう5勝だからな。まあでも同世代なら通用するけどってとこか。だから出すとしても牝馬限定ぐらいですよね。ここ出してみるか。ヘビロテですね。アイビスサマーダッシュを制した。
チャンピオンか、まあ、悪くはないな。タートも走るしな。テストステークス、あ、G1 なんだこれ。出せるレースがそんなにないしな。ちょっと出してみるか、ヘビロテ。アリエッティが札幌記念、どうなんだろう。札幌記念は今は枠は収まってんな。ルース厳しいだろうな。ヘイト、そばにいるね。ブラックキャビア、当選ビクトリー、ミッキークイーン、売れてますね。あ、結構接戦だな、まだ。低いか、まあしゃあないよな。つぼみは G3 勝ったばっかりだったら、回線セーバー、じゃあこの週がラストかな。AG バンダービルド、ハンデ、カレンちゃん登場です。
レース行きましょう。サートア競馬場 G1 アレフレッド G バンダービルダーハンデダート 1200m ダートの電撃戦です。さあカレンちゃん、なんとかここは G1 の勝利数を積み上げたい。こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。まずは先行争い、何が行くでしょうか。カレンちゃん前に行きそうです。セントラルインテリジェンス、それに続いています。さらにはドロップソート、3番イントレピッドリドン、その後ろ先手を取ったのはカレンちゃん、その外にナバルクレア、その後ろからはソレディナ、スウェイラッシー、そのうちに続いています。その外からアプライドラッシング、この辺りで先頭が変わりました。ドロップソート、ここで先頭が入れ替わりました。イントレピッドリドン、ドロップソート2番手に控えました。さあ仕掛けていくカレンちゃん、絶好の手応え。イントレピッドリドン先頭、先頭に踊り出そうだ。粘り込めるか。先頭変わってカレンちゃん、残り 200m を通過して粘り切れるか。後続を引き離すカレンちゃん、足色は衰えません。今度こそ勝ったでしょう。オーリーエピグラム、やりましたカレンちゃん、強いカレンちゃん、圧勝ゴールイン。2着はオーリーエピグラム、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。カレンちゃん、まさしく日本が世界に誇れる馬です。続いてホイットニーステークス天のつぼみですが、これは3番人気99、ゲモンデュードとかいるんだったら苦しいよな、戦いとしては。まあダイジェストで見てみるぐらいかな。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ゲームオンルード、もう後退していく。後続とは3馬身以上、これは決まりか。残り 200m、 ゲームオンデュード後続を大きく引き離しました。後ろはどうだ。2番手はムーチョマッチョマン、ゲームオンデュード1着、2着はムーチョマッチョマン、3着にシャックルフォード、勝ったのはゲームオンデュード、見事な勝利です。ゲームオンデュード強かったな。つぼみは6着に敗れました。ロートシルト賞天野蓮舫です。3番人気1番人気ムーンラットクラウト、2番人気グラッドカーリーです。天野蓮舫98しかない、ムーンラットクラウト114なんで110、まあ、決してレーティング的には高くないけど、天野蓮舫についとってはすごい高い壁ということになります。先行策取ってみるか。ダイジェストいきましょう。ドビル競馬場 G1 ロートシルト賞芝 1600m マイル戦です。前はアーリーバニー、直線ですね。ほとんど差がありません。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。アーリーバニー先頭、内からムーンライトクラウド先頭、外から 200m、 でも伸びが足りないな。ムーンライトクラウド先頭、ムーンライトクラウド先頭だ。ムーンライトクラウド1着、2着はブラッドカーリー、3着にイモータルバース、勝ったのはムーンライトクラウド、見事な勝利です。もう一度やり直しです。10着ブリーダーズゴールドカップは天野グーと片野フェイト、天野グーが1番人気、片野フェイト2番人気、3番人気にクラブは凱旋ジュピター、凱旋ナルミヤクラブはも5番人気つけております。とラブミーちゃんがいますね。さあこれは型のフェイントが戦法を変えられます。積極策いってみましょう。
ダイジェストです。紋別競馬場 JPN3 ブリーダーズゴールドカップダート 2000m 地方交流重賞です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。凱旋なるにや先頭、しかしその差はわずか。ここが踏ん張りどころ。馬の具先頭へ、肩のフェイト追い上げてきた。肩のフェイトか、肩のフェイト抜けた。一気に馬の具がやってくる。肩のフェイト、肩のフェイト、わずかに及ばないか。馬の具勝ったのは肩のフェイト、馬の具わずかの差で勝利を逃しました。ダリア賞クラブ馬凱旋スマホですね。凱旋スマホは3番人気。ダイジェストいきましょう。新潟2歳オープン特別ダリア賞芝 1400m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。オリーブリドン先頭、外からライジングスイーズ、残り 200m。 オリーブリドン伸びてきた。2番手はマイネル4王、この足色はどうか。オリーブリドン先頭だ。オリーブリドンゴールイン。2着にはどうやらマイネル4王。オリーブリドン見事1番人気に応えました。凱旋スマホは8着か。札幌日経オープン天の幾面です。1番人気。 G1 はダメだったからオープン特別で立て直しっていう感じですね。先行馬少ないので有利に働けるでしょう。ダイジェストいきましょう。札幌日経オープン芝 2600m オープン特別です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。天の幾面先頭、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えも押し切れるか。さあ詰まってくる。天の幾面先頭だ。押し切りました。天の幾面1着でゴール。2着は里のアポロ、3着にポッコーブレイブ。1番人気に応えました。天の幾面見事です。レパードステークスクラブは凱旋セーバー、伊坂さんは20丸か。ユニコーンステークス2着を挙げております。異次元アートサハラ。ひとまずダイジェストいきますか。さあ直線に入りました。これからの勝負。 S1 プリンス先頭、しかし後続との差が縮まってきました。このまま踏ん張り切れるでしょうか。残り 200m を通過して異次元差し切った。後方から一気に旗のバンクール、異次元1着。2着は旗のバンクール、見事に勝ちました。異次元クラバー凱旋セーバー3着でしたね。よく検討したと思います。さあエルムステークス、スマノファルコン1番人気、アマノエネループサ 2番人気、フリオーソが4番人気ですか。3番人気はエスパルシティか。なかなかレベルを高い一戦となります。海外 G1 2連勝のスマートファルコンがここに降りてきます。
要塞マコトスパルピエロも強いんだけどな。さあ、エネループ戦法変えられます。差しで行ってみましょう。ダイジェスト行きましょう。札幌 G3 エルムステークスダート 1700m です。さあ、短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。スマートファルコン先頭、リードは1馬身から2馬身。2番手は天野エネループ。先頭はスマートファルコン。1着でゴール。2着は天野エネループ。3着にエスポワールシティ。これが世界の実力だ、スマートファルコン。フリオソ8着だ。大惨敗。さあ、海外は3レースですね。ゴールドシップ、ブラックキャビア、型のツイッター、関谷記念、小倉記念とあります。でもこちら来週にしておきましょう。カレンちゃんにホリエプグラムがライバル関係です。カレンちゃん積み上げられたらすごい嬉しいですね。証明です。あと3勝か。スプリンターズか。まあブラックキャビアとの兼ね合いにもなりますが、マーレック、あ、これ軽いや。ここ出しましょう。はそうですね、出来調子がちょっと落ちる危険性があるってとこか。レース多いな。あとはこれ勝ぐらいやもんな。エベレストとかブリーダーズカップ、タフスプリント、そしてマニカとダーレイクラシックとありますが、つぼみは残念ながらちょっとここでは厳しかった。また国内で再挑戦です。蓮舫もまあまだ無理ですよね。スプリンターズじゃない。でも出してもいいような気がする。
通だったらここだよな。じゃあここ行きましょう。慶応杯オータムハンデキャップ、ちょっと疲れが心配だよな。センターライトか、まあいいとは思います。疲れもそんな溜まってないしいいんじゃないかな。スマートファルコン N ループはもうチャンピオンズカップ前レースを、いやそうはならんだろう。スマートファルコンはここしかないな。ここしかないです。竹豊か今回乗せて勝負。僕は負けたから2着ばっかりなんだよな。全米総連、言うほど騒然じゃない。最上位チャンスですね。ツイッター
ミザル楽しみです。ユキーナも喜んでます。こういうキャプチャーが G1 取ってるんだ。凱旋ジュピターか。ロードカナノア、オットベガって売れるんだって。ペガって売るんだよな。あれ？なんか売らせてくれないみたいだ。はい、ということで、ここまで、今回ここまでとなります。8月を2週までってことで5週分ということですね。まあセリーチとかもあったんですが、もうちょっと、もう1周進められたらよかったかな。まあそれでもカレンちゃんとか勝てなかった馬がえ、勝つことできましたし、コパノリッキーの新馬戦なんか結構圧倒的でしたもんね。コパノリッキーの活躍も楽しみとなっています。秋競馬が非常に楽しみとなりました、今回でした。見ていただいてありがとうございました。よろしければ Twitch のチャンネル登録、アカウントフォローぜひお願いいたします。 Please my Twitch アカウントフォロー Please。 チャットコメントもぜひ今後ともよろしくお願いします。また、アーカイブは YouTube にて16日21時2日後ですね、あさって午後9時にプレミア公開いたします。ぜひそちらでもご覧ください。 YouTube チャンネル登録よ、高評価お願いいたします。 This Live Archive My YouTube チャンネルプレミアライブ Two Days After
マイ YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。旧 Twitter である X のアカウント持っております。アカウントフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。This Live Archive My YouTube チャンネル2 Days After。TwitterX My アカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。ウィニングポスト92021ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。